さあ管理人です、今回プレイするのは星のカービィ Wii デラックスです。星のカービィ Wii がデラックスになって任天堂スイッチに登場。さまざまなコピー能力を使いながら大冒険。カービィといえばちょうど1年前にやらせてもらってあの 3D のやつ、うん、ディスカバリー。ディスカバリー、うん、あれはもう買って夫婦でやってました。おーおー、いいね。またカービィできんねや。カービィ今回もやれます。カービィということでこんなものを用意しました。おあら、なんやこれ。シルエット、ポケモンちゃうんかこれポケモンじゃないニードルっておりそうやけど。今回登場するコピー能力は全部で26種類あります。なるほど、カービィが能力を吸収した後のシルエットってわけやね。フェスティバルってなんやんカービィフェスティバル、どんな技やフェスティバルって技になるんや。おもろいなこれ。うわーでもあれ嫌や、マイク嫌やな。突撃されるじゃない、マイク週刊カービィです、うわ精神的に参るってやつやな、マイクということで、コピー能力いくつ見つけられるかなにチャレンジしていただきます。よっしゃ、おうおう、ちょっと全部見つけて、なんやったらもうほぼあのモザイク処理にしてもらうぜ全部見つけすぎてるんで、ここからは皆さん楽しんでくださいっつって我々の音声だけで全26種類いくつ見つけられるかな。良い子のカービィで能力全開生活スタートです。今回の舞台はカービィの暮らす星、ポップスター。かわいいね。これはでも Wii のやった人はこれは見てるんだ、うん、でもちょっと綺麗になってんねやろな。あ、落としたケーキ、ケーキ落としたぞなんかすごい世界から来たで、ね、来たで、なんかいっぱい落とした、なんかいっぱい落とした。あ、なんか故障してる。あらあらあら、突如謎の船が不時着。カービィたちが中に入るとそこにいたのは倒れてる遠い星からやってきた旅人マホロア。びっくりした。あ、なくなった。あらあらあら、あ、この船のパーツを探してあげるんやな。あ、落としたから全然喋ってんけど分かるなマホロアを助けるため散らばった船のパーツを集める旅へ。そんな初めて会ったのによう言えんかいな。ええの、ええやっちゃなカービィは。そんなマホロアがお助けしてくれるサポート機能が。カービィの体力が2倍に。さらに穴に落ちても引き上げてくれます。今回はマホロアの力を借りながら良い子の2人がコピー能力を探す旅へ。楽しみますよ。よっしゃ、行きますか。2人同時プレイでスタート。 A でジャンプ、 B です、ガード。やっぱいいねこの横スクロールもね。うん、早速スーダーで B ですって、 B で吐くお、早速ソード。よっしゃ、見つけた。ソードです。早い。特定の敵を吸い込むと能力をコピー。記念すべき1種類目は剣が使えるソード。強い。武器なし嫌やな。まだ個性なしや。取った。あ、なんてやできるの。あ、取れた。浜口さんが倒しかけましたが、有野さんギリギリ吸い込みファイヤーをゲット。よし、ファイヤー気持ちいい。これ気持ちいい。お、それええな。ファイヤー、回転ファイヤー。扉、あ、あった、これだ。船はええか船は家帰ってからやろう。今回はコピー能力集めを優先。マホロアのお手伝いはお預けです。 Y、 あ、能力捨てた。で、吸うのか。おー、なるほど、生カービィやソードの能力を手放しプレーンな生カービィ状態の浜口さんと、ここであ、取られた。能力取られた。あれ、俺ファイヤーなった。能力なんて奪った。
コピー能力を持った仲間を吸い込むと、その能力を奪い取ることができます。能力奪われたな。なんか俺がファイヤーになったな。うわ、ダッシュファイヤーあるやん。一切悪びれた様子のない浜口さん。すると、あ、なんか出た。吸い込んだり吸い込んだり。あら、うわ、なんや、ウルトラソード。何それ。ズバーン。うわー、すげえ、めちゃめちゃ。うわー、気持ちいい。すげえ、何これ。コピー能力を奪われた有野さんでしたが、一転スーパー能力をゲット。何この技。ザザーン、気持ちいい。画面に飛んでくるやん。こっちに飛ばされてる。気持ちいいな、それ。うわー、すげえ、地形が変わる。うわ市内もある。めちゃめちゃや。こちらとっても派手なスーパー能力ですが、特殊な能力のためノーカウント。それでも気持ちよさそうに剣を振り回していくと、あ、変わる。いけー。うわー、気持ちいい。うわー、避けた。時空が歪んだぞ。やべえ、入れんのかな。やばいな。あ、能力捨てた。能力捨てたみたい。生カービィで異空間へ。え、どこや、なんやこれ。あ、落とした、落ちた。あ、助かった、マホロワさん。これがお助けマホロワのサポート力。ミスが帳消しと、ここで、あ、かぶるんや。新しいやつかと思ったけど。コピー能力ゲットもすでに習得済み。あ、ボス、ボス。現れたのは中ボス、スフィアローファー。あ、来る。フラワーだ。このスフィアローパーは異空間にのみ現れるのですが、果たして。あ、怖い、来る。危ない、危ない。あ、弾いけ。いった、よっしゃ、やった、スフィア。船のパーツをゲット。さらに、あ、キスした今あ、そんな能力もあんの。あ、体力分けれんねや。キスで全回復しゴール。あ、終わった。あ、2個しかなかった、ここ1の1。まあ基本中の基本やよな。うん、まだまだ先は長いコンプリートへの道。残りは24種類。続いては1の2。お、終わった。なんや、リーフ。新たな能力をゲット。その特徴は、あ、させる。あ、これ気持ちいい。あ、隠れた。 LR で隠れれる。え、どういうこと。ほら、あ、ほんまやそんな能力あんの。ガードも可能なリーフ。一方浜口さんは、あった。あ、なんやこれ。ブーメラン。ブーメラン。お、ブーメラン。うわ、ブーメランええな。あ、カッターって書いてある。カッターって書いてる。カッターやった。うっかりしつつも4つ目の能力をゲット。おお。2人ともカッターの能力で進めていると、あ、大砲なった。大砲。これフェスティバルじゃない。フェスティバルっぽいけどな。フェスティバルっぽい。花火ええやん。残念ながらこれはノーフェスティバル。いた。よし、カッターとリーフだ。あ、これ、あ、ニードル。これニードルちゃうか。ニードルって書いてる。うお、上にも行く。ドリルみたいに。おお、近寄りたくないな、ニードル刺されそうな。あ、回った回った。ニードルニードル防御もできるし、ええな。さらに、あ、あ、なんかあった。ファイヤー。あ、なんやこれ。ビーム。ビームや。わあ。なんかこそばしてるみたいな感じ。星でグリングリングリンやで。ビームね。星でグリグリグリンはあんまかっこよくない。これ。新たに4つのコピー能力を発見してフィニッシュ。やった。やりました。6個能力が集まったのか、はいはい、うん、なかなか進まへんな
もっと欲しいな能力。プレイ開始からおよそ30分、まだまだコンプリートには程遠いので、ここからは全ステージが選べる特別なセーブデータで進めましょう。やった、すげえ。本当は無理だぜ、ね、特別に管理人のお助け機能を使い全ステージを開放。ちょっとね、こういうのはね、難易度高いとこから挑戦した方がいいと思うな俺はな。まあそう。そう。ほんでくじけんね、一回くじけて、一回くじけてから3とか4とかいったら、あれよりマシやんみたいなことになるから。あれよりマシ作戦の方に行く、うん、あえて高いレベルから挑むあれよりマシ作戦開始。レベル5やで。ナッツヌーン。ちょっと他見てみようか。なや。ホワイトウェハース。あ、美味しそうやな。オニオンオーシャン、なるね。目痛そう。レーズンルインズ、いやこれは5やな。一回はへこむで。分かってんのもう。メンタルを鍛えるべくレベル5へ。でも5は1からいくんや。5は1からいく。さあこの作戦が吉と出るか凶と出るか。よし、新しい能力。あれ乗ってよかったの？あ、どっか行ってもたの。え、乗ってよかったの？分からんな、もう業の世界から、これはもう分からへんで。積み重ねてへんから。積み重ねる余裕はないぞもう。どんな世界が待っているのでしょうか。あ、うわ強いな。飛んでくるね。早速飛行タイプの敵にへこまされる浜口さん。お、なんか能力取れたか。あ、これ持ってる、ビームだ。すでに習得済みのコピー能力。一方の浜口さんも。よし、ブーメランや。勝った。勝ったや。せっかく挑んだレベル5、そろそろ新能力を手にしたいところ。おった、能力捨てる。あ、しまった。あ、なんでだ。倒したあかんねえ。こいつか、カッターっぽいな。違う、間違えた。吸い込むことすら簡単にはいきません。倒したあかんねんな、これ難しい。マホロワさん、あかん、また倒す。するとここで、あ、やった。よっしゃ、なにこれ、フェスティバルか。ウィング、フェスティバルっぽいけどウィングや。ウィング能力もろた。うわすげえ、こんなのすげえな。よし、ちょっとショートケーキ取ってこよう。飛べんねや。あ、キス。さらに、あ、パラソルおったよ。お、パラソル鳴った。頭上の敵を防げるパラソルをコピー。あ、爆弾、あいつ取りたいな。どうやって取ればいいの、あの玉ねぎみたいなやつ。自爆する敵、コピー能力は持っているのでしょうか。あいつどうやって取れるの。あ、取れた、飲んで。入った、うん、ボーム、爆弾や。見た目通り爆弾で攻撃できる能力。ええな、やっぱ上の方がええな。上の方が早いね。あ、なんかある。能力一回捨てて、よし、取ったってくれ。おろ、それはスピアや。スピア、10個目の能力スピア。何やら見覚えが。ワドルディの能力みたいな。ワドルディっぽいね。あ、連射あった。それワドルディや。ワドルディや。続々と新たなコピー能力に遭遇。しかし、あ、落ちた。助かるね、あれ魔法炉は。あ、また落ちた。いいね、このお助け能力。さすがレベル5、マホロアも大忙し。あはか、忙しい。本当ならとっくにゲームオーバーの2人。忙しい。助けてもらってばっかやな。マホロア出動12回、ようやく難所突破。もう怪獣おるぞ。お、なんか鳴った。サンド。お、サンド。うわ、砂かけ。今作から登場したサンド。砂かけカービィ。ああ、すぐ。あ、どこ行った。
トルネード。いろいろ試す前に竜巻で空中を舞うトルネードにチェンジ。あ、スリープちゃうか今の。寝てたぞこいつ。よっしゃ、スリープや。見事的中。しかしどういうこと。寝た寝た。ライフ増えへんの。あれ、寝たからってライフ増えへんのか。ただ寝るだけや。このステージでは最多の7種類をゲットしゴールへ。サンドが新しいやつや。一瞬だけやったけどな。そうやね、技見たかった。サンドの一瞬にして変わってもうた。レベルがちょっと難しかったな。でもこれをいったからもう次いけるぞ、うん、あれよりマシ作戦の効果はここからのはず。2いってみようか。2いってみる。2ぐらいいっか。2ぐらいいっちゃうか。もう5いってるからな。怖いもんないで。レベル5でメンタルが鍛えられた良い子の2人。すると早速。お、これなんか能力ちゃうか。お、なんやこれ。ウォーターか。うわ、水かぶってんね。うわーすげー、うわーすげー。派手なアクションのウォーター。残すは12種類。ウォーターいいぞ、すごい。あ、泳いでる、かわいいカービィ。さらにその先で石になれるんちゃうか。石ストーン。硬いものに変身できるストーン。なんかで化けれる。あ、なんかおる。上跳ね上げすごいぞ。あれ能力ちゃうか。あ、石やったもんや。その能力が。あ、滑れる石。あ、気持ちいい。あ、なんか何かに変わる。あ、これ気持ちいい。石像になれんねや。こんなんなったり。8トン。毎回形が変わんねん、これ。あ、筋肉の。いいペースで変身をしていく2人。あ、滑る。カヌレカヌレ。飲んだ。なんもない。おったな、ディスカバリーにもおったな。カヌレおったな。カヌレおった。ステージを進めていくと。お、なんか能力あるんちゃうかこいつ。うわ、ありそう。新たな能力の予感。うわ、フェスティバルかな。なんだ、ミラクルビームになった。なんだこりゃ。残念、これもノーフェスティバル。スーパー能力のミラクルビーム。おお、弾が操作できた。うわー、すげー、気持ちいい。破壊力は抜群。あ、何、あ、時空が歪んだもん。どうする。入るか。すごい能力だ。うわー、すごい。例によって異空間へ。お、パラソル。あ、もう一個あった。ムチあるぞそれ。ムチや。テンガロンハット姿のムチ使い、ウィップ。よし、これ新しい。ウィップやん、ウィップ。ハンバーグしようや、ハンバーグしよう。ムチです。ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ。ハンバーグ出せへんから。するとその先で熱々のバトルが。あ、ボスやこれ。ハンバーグ対ボス。炎の能力を持つスフィアローファー。あー、なくなった。ハンバーグ、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 ハンバーグ。ありがとう、ハンバーグ。ハンバーグくれた。足まで入ってもうた。あ、出してもうた。あ、痛恨の操作ミスで生焼けならぬ生カービィに。ノーハンバーグ。ノーハンバーグだ。ただの糸田くんや。ただの糸田くんじゃない。そんな様子を見かねてマホロアが助け船。めっちゃくれるやん。サンキュー。ニードル、ニードル。飲み込む。あ、やっちまった。ニードル。あ、倒してしまった。取れた。ハンバーグ。ちゃうねんけど。いや、だいぶ集まったぞ。フェスティバルが取られへんねや、まだ。フェスティバルが見たいね、早く。どうしても気になるフェスティバル。このステージで出会えるといいのですが。これやり始めて随分経つけど、何回も俺ピンクの方を操作してる気分だ。あるよ。あ、違う、俺黄色や。うん。あ、そっちもあんねん。そっちもあるよ。お、あ、おった。新能力の予感。あ、逃げられた。
変わった。なんだこれ。なんとかマン。ハイジャンプ。ヒーローのように空を飛ぶハイジャンプをゲット。ハイジャンプマン。あ、すげえ。いや、めっちゃハイジャンプ。うわあ、すごい。ああ、ファイヤー。そしてお待ちかねの時が。あれ、これフェスティバルちゃうか。あ、そいつ期待を込めて飲み込むと、ほら、フェスティバル。俺なんでもないけど。何これ。俺のずらやねんけど。あれ、終わった。あれ、フェスティバルでした。嘘、もう終わり。もう帰られた。あれ、何やってんやろ。フェスティバルの意味が全くわからんかったけど。何やろな。ニシンドハ、あと8個。全部いけんじゃないか。いけそうね。残りは8つ。コンプリート目指して大奮闘。砂掛けカービィ強いぞ。嘘。ほら、上に砂巻いて。わあ、砂掛けカービィすげえ。まだ見ぬ新たなコピー能力、その特徴は。お気合いだ。格闘や、ファイターや、これ。さらに最大4人で楽しめるサブゲームも。誰か外したぞ。よっしゃ、ギリギリ。あるの外した。